はい、どうも、なおきです。おはようございます。今日はですね、今日からオンライン授業が始まるっていうことなので、オンライン授業がある日のね、動画をね、撮っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。今日はご飯を食べます。いい感じに炊けていますね。冷蔵庫を開けると豆腐があったので、ご飯と一緒に食べていきたいと思います。しかもこれエンドウ豆の味の豆腐なんですよ。ふふふ。いただきますということで、朝ごはんを食べます。朝はね、いつもの納豆で食べるんですけど、久々に納豆の開け方が分からなくて苦戦してました。やっと開けれたっていうことで、納豆を混ぜることができます。大体納豆は60回くらいかけ混ぜますね。皆さんは何回くらいかけ混ぜますか？よかったら教えてください。やっとこれで納豆ご飯が食べれますね。やっぱり納豆ご飯はいいですね。なんでかって言ったら、いつもね、納豆ご飯で食べるんですけど、納豆って腸に優しいんですよ。納豆を食べることが幸せです。で、これはエンドウ豆の豆腐の味ですね。今なんか豆腐の汁が飛びましたね。醤油は3滴くらいです。納豆のつゆ足したんですけど、気にせずに食べていきたいと思います。豆腐もね、納豆の次に好きですね。なんたって同じ大豆ですから。そして次に野菜巻きですね。まあちょっと納豆のネバネバが気になるけど、まあすっごい雪が出てますね。食べ終わった後は皿洗いですね。まあ水が冷たかったけど、なんとか我慢して洗いました。まだね、授業まで時間がありますから、動画をね、見ていきたいと思います。はい、もうそろそろね、時間ですので、そろそろね、準備しておきたいと思います。で、今日は1限から5限までね、ありますので、集中してね、真面目に頑張っていきたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあねー。